こんばんは。曇ってる鏡越しに、こんばんは。今ですね、風呂上がった、シャワー浴びたところなんですけど、旅行系 YouTuber っぽく、ルームツアーをしてみようかなと思って。もういきなりこう、洗面台からスタートしましたが、まず、玄関。いろいろ注意書きが書いてありまして、僕の傘と靴が置いてありますが、スイーパーは、ね、結構中にもたくさんあるんですよ。5足、6足、5足とか6足ぐらい多分あると思います。ここ最大ね、4人まで泊まっていいとか、なんかそんな感じだった気がします。で、今いた、ここが洗面台でございます。ハンドソープがあって、今洗濯機でね、今まで強制隔離、政府指定の隔離のところでは結局洗濯ができなかったので、今その時の洗濯物を洗ってます。で、洗剤もあります。で、タオルとかもあります。まずドライヤーとアイロンでしょ？で、ハンドタオルでしょ？で、バスタオル。一通りありますね。で、あ、物干し。これ物干しだね。と、アイロン台があって、で、ここに掃除機があるんですね。で、これコロコロですね、多分。違うかな？あ、違う。ワイパーだ。クイックルワイパーだ。これ物干しですね。これ使えるかな？これ使おう。あ、なんかよく旅館とかホテルにあるやつですね。ちっちゃいやつ。こんな感じで。あ、で、ありますね。で、ここにシャワールームがあって、お風呂はね、今浴槽は使いませんって書いてます。今、故障してるので使いません。で、一応、ボディーソープとシャンプーとコンディショナーもついてます。鏡。ちゃんと綺麗ですよ。リフォームされて。多分この建物自体なんかね、コンクリート打ちっぱなしみたいな感じのアパート。3階建てのアパートかな。で、結構ね、おしゃれっていうか、斬新な感じです。で、トイレ。ウォシュレットがついてないんだね。残念だね。そこが、まあ、マイナスポイントというか、ちょっと残念なポイント。まあ、しょうがないです。分かってたことです。一応、なんか、事前に写真見て、なんかウォシュレットないなって思いました。ここが物置なんだけど、布団が一応入ってんですよ。でも、布団は、人数が多いときはそこの布団使ってねっていう意味ですね。今作ったもの。ここが、まあ、ワンルームですね。あんまり広くない。あ、消しちゃった。間違った。ワンルームです。ざっくり見渡すとこんな感じ。ちょっと模様替えしちゃいましたけど。こんな感じ。で、食器と調理器具あります。お箸とかと、コップと、器とフライパンと鍋。十分です。こんだけあればいきます。で、鏡があって。これはあれだね。インターホンとエアコン。エアコン？違う。これ給湯器か。給湯器こんなとこにあるんだね。で、キッチン。キッチンね、コンパクトですけど、十分です。どうせ1週間ぐらいしかいないんで。ね。で、ここ引き出しとかはね、あんまり、掃除用具とかしかあんまり入ってないです。で、ガス代は一口ですけど、まあ、いいです。で、僕が買ったもの。で、ちっちゃい小型の冷蔵庫と、電子レンジと、炊飯器と湯沸かし器。炊飯器は多分使わないな。ご飯買わないと思う。高いから。で、部屋には、このソファーベッドみたいのがあって、センターテーブルがあって、ウェルカムスナックで、
カントリーマーム4つありました。で、テレビで、僕の荷物が散らかってます。スーツケース3つで、なんといってもこの漫画ですよ。これ照明つく？お、照明ついた。漫画ですよ。少女漫画と少年漫画と青年漫画といろいろありますよ。牛音虎、銀玉、ブリーチ、テニスの王子様、ワンピース、GTO、ナルト、スラムダンク、デスノートかな、下は。北斗の拳、セイントセイヤ、これ。何これ。セイントセイヤだね。あと、これわかんない。なんとかのシャナ。セイントお兄さん、未来日記、寄生獣、エヴァンゲリオン、ガンツ、鋼の錬金術師、下にあるのはね、ルローニ剣心、悠々白書。一番下なんだろう。これ何？スクールランブル？ちょっとわかんないな。君に届け、失恋ショコラティエ、フルーツバスケット7、アオハライド、トラブル、のだめカンタービレ、ベルサイユのバラ、花より団子、下がシャーマンキングかな？シャーマンキング。で、手前、はい、ちはやふる、ドラゴンボール、こっちもちはやふる。で、下の段、ランマ2分の1と。こんな感じです。1000冊ぐらいあるらしいです。パッと見ね、見たことあるのも結構あるんですよ。読んだことあるのもだいぶあるんで、パッと見読もうと思ってるのは、ワンピースの読んだことない続きね、多分僕ね、70巻ぐらいまでしか読んだことないんですよ。覇王色を使えるようになってどうのこうのぐらいから見てないんで、それ以降読むかな。ナルト途中までしか見てないけど、途中で飽きたからいいんだ。ブリーチも途中までしか読んでないけど、もう飽きた。テニスのおじさんも途中までだけど飽きちゃった。銀魂も読んだことないけど、まあいいかな。牛音虎も読んだことないです。ちょっとだけアニメ見たことあるけど、銀魂と牛音虎は。あとね、スラムダンクは全部読んだし、デスノートも全部読んだ。結局2週目見てるじゃん。北斗の拳、セイントセイヤはあんま興味ない。セイントお兄さんもちょっとしか読んだことないけど、未来日記はまあまあ読んだから、まあ。寄生獣、エヴァンゲリオン、ガンツもまあまあ読んだけど、あんまり。鋼も途中まででもういいくなっちゃって。悠々白書か。読みたいな。あと、君犬届けの多分ね、最後の方まだ僕読んでないんだ。結局少女漫画になるかもな。失恋ショコラティエ。途中までしか読んでないけど。アオハライドは全部読んだ。何が最初だっけ？フルーツバスケットも読んでないな。ベルサイユのバラ興味ない。のだめカンタービラはドラマで満足してる。花より団子もドラマで満足。いや、ドラマもあんま見てないか。ということで、僕はとりあえず、君に届けと、の、ちはやふると、ワンピースの読んでないところを読むというのが、この滞在中の、9泊10日の目標でございます。で、言ってなかった。寝床は、この2段ベッドというか、なんていうの、ロフト型ベッドです。この上で寝ます。子供の時にね、こういう2段ベッドでよく寝てたんだ。懐かしいですね。もう、マットレスとか多分、安物だと思いますけど、まあいいと思います。いいです。あんまこだわりません。これ多分ね、IKEA なんですよ。結構多分ここの部屋、IKEA で揃えてると思います。大体こういうのって IKEA とかニトリでね、リーズナブルに揃えるっていうのが定番ですよ。という感じでした。お部屋紹介こんな感じでございます。一泊ね、一泊5000円か6000円ぐらいだと思います。その時によったり、キャンペーン割引とかあるかもしれないけど。そのくらいだと思います。あんまりね、民泊にしてはまあまあ高いと思う。ワンルームの民泊にしてはまあまあ高いと思いますけど。でも多分1ヶ月で借りると10万円から13万円ぐらい借りれると思いますよ。わかんないけど。多分ね。
以上。そんな感じでございました。それでは鏡越しでさようなら。